ちは。緑緑。あ、こんにちは。あ、さ、後ろ見てください。小玉さん。ということで今回は、はい、今回はね、これから見せようかな。じゃあこれ、裂けるチーズ。裂けるチーズ。これを、丸ごと使って、はい、ハンバーグ。あ、作ろうかなと思います。一本ですか、入れるのは。もちろん。だから長ひょろい、長ひょろい、長ひょろいハンバーグです。なるほど。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかプレー味がなかったんで、はい、まあ三種類、唐辛子味、うん、ベーコン味とかあるんですよ。うん、でも肉に肉味もおいしそうですよ。でスモーク味、これでしょう、これよね、うんうん、まあでもいくつか作ってみましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、でそれにかけるソース、デミグラス的なソースを小玉さんが、はい、作ります。作ります。お願いします。お願いします。まあ美味しいでしょうね。美味しいでしょう。まあ美味しいでしょうね。じゃあまず玉ねぎ、玉ねぎ、これデミグラスソース用玉ねぎ。あ、じゃあ俺はデミグラス用とハンバーグ用。ハンバーグ、じゃあでハンバーグ用このぐらい使おうかな。夏も終わりますね。夏も終わりますね。どうですか、戸玉さん、それがいて、うん、なんか変わったことは、まあ、変わったことだらけでしょう、うん、変わったことばっかりです。経験ばっかりでしょうね。なんかはいいとこですよ。いいとこでしょ。お忙しいんじゃないですけど。さがね、ただね、はい、運転がすごい荒いです。ああ、うん、うち自分も田舎の方に住んでるんですけど、うん、まあ荒いです。やばいからね、荒い。ちょっと欲しいの。飛ばすよ。あとショッピングセンターとか駐車場じゃないところにめっちゃ止めてる。いやもうどういうこと？路中は多すぎ。はい、それも県民性。コツルールはね、しっかりね、守ってくださいね。お、入れちゃいます。じゃあ、いきますか。一人じゃないか、そっかそっかですよ。細かめがいいかもね、でも。はい。子供さんは、地元が宮崎。地元が宮崎。18ですね、高校生まで。結構長くいたの。ここから脱出して高知に行って、高知で、高知、高知県、高知の大学に行きましたよ。子供さん大学卒業なんですね。釣り岡で国立大学、小玉さんだけですよ、釣り岡で大学卒業。いやいや、ゆびさんも、ゆびさん釣り岡で、そっちの方に行く。もうちょっと入れる？まあすぐにこう入れたら美味しいのかもしれない。それで一番消費が高い。間違いない。玉ねぎ何個も。あれ春収穫？まあそうですね。冬増えて。ああ。はこっち側の。あ、そっか。はい、収穫。北海道とかは夏なんですかね。夏。もう年中ですか。うん。多分全部目分量でします。目にしみる、目にしみるね。デミグラスソース、デミグラスソース、デミグラスソース、バター入り。はい、玉ねぎ、玉ねぎを入れていきます。シュメチー、これはデミグラス、いいね。はい、よし、じゃあ早速包んでいこうかな。お、もう行きますか。うん、おお、唐辛子、唐辛子、唐辛子、じゃあ唐辛子を入れていきます。はい、うん、匂いはいい匂い、チーズ、うん、そうだね、まあチーズだからね。1 本丸ごといきます。うん、丸々。でっけ、しっかりしとかんと溶けてから、うん、そうそうそう、あふれ出して出そうですからね。気づいたら全部なくなってたね。ふぎゅう、にんにく、にんにく、だからにんにくの中心、はいはい、芯を取ってくださいみたいな、うん、ありましたけど、うん、あれって焦げやすいから取るだけで、そんなアクとかもまあちょっと強いけど別に
気にすることでもないらしいんでですね、うん、私は取りません、いいよ、元はない、はい、毒があるとかいう、そう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 、それ勘違いしてる人が多いらしいんですよ、毒はない、じゃがいもじゃないんだから、じゃあもうみんな今死んでるニンニクの丸ごとニンニクのペーパーになることがありますからね。あら、でかい、お、いいね、しかもめっちゃ綺麗じゃないですか、めっちゃ綺麗、はい、ぐりぐりっと意外に使うね、うん、うんうん、それね、つまみにいいっすもんね、うん、でもさこう食べるじゃないですか、こうやって、うん、でもこう食べると美味しくないですよ、なぜか、え、そうかな、俺そうやって食べても好きなんだけど、え、こうやって食べるとなんかまずくないですか、いや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 、それもその、はい、コメントなんでお待ちしてます、はい、あ、ショーショーでも咲いた方がうまいです、うん、確かにね、咲いた、咲く楽しみもねあるからね、でも、しょ、しょじゃない、ね、塩コショウ、あ、そういうやったら塩コショウ、塩コショウ、うん、ひらぺた、これでか、これでか、聞いとるかな、ほんとにちょっとひらぺた、びっくり、うん、聞いとるって弱火でですね、砂糖も入れます、ニングラスは何をベースに作るんですか、これあのヨレさんの見ててただ真似してるだけなんですけど、中濃ソースとケチャップにキノコの風味がつくとなんかいい香りがするんで、あ、玉ねぎのキノコで、もっと量少なくてもよかったっすよ、これハンバーグが大量にできるかと思ったから意外に3つしかできないから、ケチャップも入れました、ケチャップ入れたんでトマトピューレも入れちゃいます、これと一緒に鍋で煮込んだら美味しそう、あ、煮込みハンバーグ、確かに煮込み、クリームチラウ、うん、クリームチラウ、良かっただろうけど、お、酒、うまい、ワインビニギー、ビネガーじゃないですね、ワインビニギー、それ白ワイン、赤ワインの方が本当は良さそうだけどね、あ、ですね、色的に赤ワインはない、赤ワインあ、ないです。あ、あるんですか、あったような気がする。なかったかな、あった、ショコシュ、ショコシュちゃん、あれ、なんか俺も、あ、あ、これ、あ、あるじゃん、同じシリーズがあるんですね、同じシリーズ、じゃあ、ワイン入れて、はい、おぉ、入れますよ、一つもばっかりじゃないと、というと、というとちょっとこれ、でげえな、あ、でもちょっと3つ分、はい、おいおい、じゃこれで焼いていきますね、はい、まあ、チーズがこぼれないことを願いつつ、はい、ちょっと温度は低めで、おお、味見してなかった、悪かったらいいけど、おっ、いい、酸っぱー、酸っぱい、あ、トマト入れすぎたかな、じゃあちょっとなぁ、酸っぱー、酸っぱー酸味が、これどうするんですか、この酸っぱいのは、もういいじゃないですか、もういいや砂糖とかでどれがならんってもう、でも結構十分甘いと思うからもう収集つかんだ、うん、じゃあこれでいきましょうか、酸っぱさはもう消えない、酸っぱいの反対は何ですかね、苦い、苦い、辛い、そうそう、まあいいや、うん、でこれちょっと焼いていきますね、はい、はい、いい感じ、はい、いい感じに焼けております、うん、煮込みますか、中はどうだろう、中ね、わからんね、飛んじゃいます、飛んじゃおうか、ソースの予定だったけど、はい、火通すために、はい、これそっちに入れます、ソースね、おおソースね、おソースを、ソースに、おじゃあ、はい、ちょいっと薄れますか薄れますか、はい、ボロッタラですか、ボロッタラですよ、ちょっと薄めた方がいいでしょ、これどう考えたら、ボロッタラですか、濃い味になりますよ、うわうわうわ、これうまい、ちょうどい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 い、10分ぐらい煮込めば、うん、これそうですね、じゃあ10分ぐらい煮込みます、はい、はい、じゃあ、いきます、オープン、完璧、グツグツが、多分見た感じ、あのチーズははみ出てないんで、うん、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、伊藤さんの見つかっていきます、まあ、あ、ちょっと出てる、あ、なんか出てる、大丈夫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 、これ美味しかろうって、うわめっちゃうまそうっすね、めっちゃうまそう、
はい、完成でーす。はい、じゃあ食べていきましょう。はい、さて、はい、いただきます。いただきます。どっちがどっちの味か多分違う味だと思う、はい、うん、中を見てみましょうか。はい、うわ、おー、うわー、溶けてる、うん、溶けてる、素晴らしい、溶けてる、溶けてる、ちゃんとまとまってるもんね。しかも、避けるチーズめっちゃ伸びますね。うん、もつあれだ。いただきます。いただきます。うまっ、楽なんだこれ。うまっ、うまっ、これね、チーズ正解ですね、これ。いや、もう最高。あ、めちゃ辛い、これ。あ、ピカラだ。そうですか。うん、よ、それ、なんだったっけ。スモーク、スモークか。そんな辛くないでしょ。いや、辛い。辛いよ。辛くないしって。辛いよ、喉にくるよ。あ、そうか、児玉さん、今、歯治療中やけん。それ、もう、歯茎はね、もう忘れてことにする。で、僕、こっち食べますね。うん。あ、うまっ。うんうん。うまい。うん。うまい。これ、あの、丸ごと1本入れたから、うん、ちょっとこの大きさになったけど、うん、ちょっとあの小ぶりのやつ使いたいときは半分に切って、うん、そうだね、普通に切れば、うん、ちょうどいいかもしれない。いや、でもそのピリ辛味もいいね。いい、うん、このスモークの味もどっちがいいけど、うん、今はこっちが優しいかな。じゃあ俺こっちいただこうかな。はい、食べてください。ちゅうことで、うん、鮭とチーズ丸ごと1本ハンバーグでした。ぜひやってみてください。ありがとうございました。あ、美味しい、これ、うん、いいね。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、し、はい。